メンチが好き、マキシマムザホルモンです。ハシハシハシ揃ったね。はい、さあいよいよですね、はい、2月27日、はい、八王子より、はい、モートシャウトフカヒライブ、はい、叫ぶペットボトルの黙る会、うるせえやつ、いよいよ始まりますけれども、ワンマンですからね。ワンマン、ワンマンもさ珍しいけど、うん、今回のイベントから、はいはいはい、ちょっと新しい制度で楽屋ログインチャンス、はい、お客さんでうちの楽屋に隠れて、はい、一緒に記念撮影できて、うん、さらにお土産であのプルーフっていうさ、うん、今まで新しい、はいはい、ログインボーナス、うん、楽屋ログインもマジでミレアじゃん。でもちょっとキラだから、あキラだ、このチャンスに参加できる条件が、はい、プルーフを持ってる人だけが参加できます。プルーフって今までフェスの会場でホルモンのライブ参戦マスクした人だけが物販行ったらもらえるダイヤモンドだし、なかなかレアじゃん。でさらには最近ズラ対ズラのウェブ予約とか CD ショップで買ったり、買うとついてくる、ショッピングプルーフうちにもあるよ、ショッピングでしょ、うん、さらに便乗してきてバップという、もうね、なんだろうね、何でもすぐね便乗したがりな、発売に向けてバップの給付キャンペーンで、うん、バップ時代の CD とか DVD を買ってくれた人もバップログインっていうのもらえる、バップルーフね、バップルーフ、バップルーフ、さらにそれ以外にまだあって、うん、エコひいき店でも最近、あブーストアイテムでエコひいき店で取り扱ってくれるお店は、うん、あのチケット持ってきてくれて何か注文してくれた人に交換で、うん、エコひいきログインボーナス、はい、プルーフもらえちゃう、はいはい、それは黄色いやつなの、はい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 、しかも全国8カ所あるから、これでも世の中にプルーフいっぱいもらえるチャンスなんです。いっぱいチャンスありましたね今。さらにはキャンペーンで上原おみくじって あった ありましたよ。いろんな腹ペコにグッと来た人たちに大吉送って、楽しかった本当。青いっぽい上ちゃんプルーフも持ってる人いるんですよ。いいですね、これ。おめでとうございます。ありがとうございます。大吉だから。このライブ来る人は、うん、それを全部とりあえず大事に持ってくること、うん、ライブ終わった後にいよいよチャンスなんですけど、来ました。こんなシステムをね、だろう、何開発しましたよ。何これはもうこんな感じ。もうね、あすごいすごいすごい。今見て5種類あるの今。あるね。やば。うん、赤ライブ、うん、黄色いコーヒー行き、うん、でピンクはショッピング、うん、で後ろバップ、うん、その他は一応上ちゃんのやつとか、うんうんうん、あと他にもちょこちょここれから出てくるから、はい、っていう今5カラーあるの。はいはい。だからどのカラーに何をベットするかというか、うん、10個持ってようが、うん、でも1人5個までだ。何の色が何の確率あるかとかは、うん、こっちでいろいろいじってるから。そういうことか。ああ、おもろ。ちなみに今5あるとして、5あるとして、何いく？ああ、俺は赤。赤じゃあ1枚いってことです。おお。俺ベッドってだけど別にこれ持ってかれないから。ああ、ちゃんと持ってないとダメだよ。うん、赤5枚でもいいし。あ、全部でもいいんや、1個の。上ちゃん、上ちゃんブルーフ持つわ。じゃあ、これね。上ちゃんブルーフいっとく？ちょっと色はあるけど、なおちゃん女の子だからじゃあピンク、うん、あなおちゃんショッピングプルーフ、はいはい、じゃあやっぱエコーヒーっていろんなチップがあって、あと2個は、はい、これ全部5じゃん、あそういうことね、はいはい、じゃあこれエコーヒー来て2個ベットしてんのか、ちなみにこれね音も出ない、うわすごいすごいやん、めっちゃええやんこれ、じゃあいよいよ、はい、かけこの5枚いくよ、はい、お願いします、出てくれ、来いよ、量が、量が、あ、外れ、外れ、2枚目、外れ、あ、そういうことね、あれ、これは、実は、あー、楽屋、カモン、あったかい、ティーネージラヨット、あったかい、みたいな、こういうゲームが、おもろー、だから、いっぱい持ってた方がチャンスはあるし、カラーも何が一番確実なのか、そうね、3人、もう3人当たった時点でもう締め切りだから、うわー。だからくれぐれもプルーフ忘れないことと、そう、ね、一番気をつけてほしいのはあのプルーフがリッツさんに流行ってるから、流行ってる、お前この色ちょっと見せてみてもらって、自分の持ってないプルーフを強い腹ペコが弱い腹ペコから奪い合う、そんな腹ペコはいません、いや腹ペコにそんな悪いやつはいない、それは腹ペコではない、ニュースエブリィでやってたもんそんなことはない、この日のこのイベント自体も並べばライブログインでもらえるから、あそうか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 、全くゼロの人もこの日に頑張ってホルモンのライブマスクしてくればチャンスはある、チャンスはあると、1枚をゲットできると、
ショッピングプルーフでさ、ズラカイズラ買うときにピンクもらったじゃん、うん、実は、とあるさ、うん、通販大手サイト、うん、アマゾン、はい、うん、アマゾンってもう、独自のついてくるの特典が、うん、これが全員当たる、うん、まあ、いろんなバンドとかいろんなアーティストが、うん、アマゾン何か買うとこういうちっちゃい巾着袋、はいはいはい、うん、でここにメタルポーズ1個入れてもさ、うんうん、まあ、うん、だからもういっそのことをドーンとこの頭の袋はどんぶり専用です。それ以外のものは入れないでください。絶対に出ました。どんぐりこれマジで気になってた。超可愛いでしょ。可愛い可愛い配り物このイベント、うん、チケット持ってなくても、うん、どんぐりエリアを用意するので、どんぐりエリアこの袋持ってる人だけが参加できるどんぐりログインチャンスってなって手袋をしてもらってまずこれを見せる、見せる、何個も使えたら嫌だから一応一回使った人はハンコスの使用済みで、はい、その代わりどんぐりの抽選箱から掴めるだけ、うん、あー掴み放題や、パラ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 って言って、はい、金のどんぐり出てきたら、なんやまた出てきた、それはシステムだそしたらもうどんぐりプルーフゲットですよ。またプルーフ出てきた、ここにも。え、そのどんぐりプルーフもベッドできるし、ベッドできるし、ベッドできんねん。まあ思い出もなるし、まあまあそうだね。もう、腹ペコたちのライバルに差をつけられるし。ライバルに差をつけろってね、どんぐりのプルーフ。で、どんぐりは一応、一人3個くらいは、お土産で最後持って帰ってもいいかなと思って。やったじゃん。その外れ柄ね。うん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 。なので、どんぐりチャンス。どんぐりチャンスもあると。で、ちなみに、さっき言い忘れてたのが、うん、プルーフチャンスの時に、うん、残念賞もあって、残念賞もあんだよ。残念賞はちょっとね、ミニステッカーもらえるんで。優しい、優しい、それもちょっとね、残念プルーフみたいな形がプルーフとして、でも、はいはいはい、優しい、優しい、だからこんなイベントさ、来ないと、いや、これもったいないわ。でもチケットがないななんてね、うん、そう、どうしましょう、もう嘆いてる皆さん多いと思うんですけど、うん、はい、なんとなんと2月21日月曜日から、はい、公式トレードが高松、仙台、札幌、福岡、広島の5カ所、5カ所ね、今ね、もう諦めてた、泣いてた皆さん、うん、これはね、当たった腹ペコが、当たったけど、うん、ちょっと行けなくなっちゃったっていう子たちが、うん、トレードでよかったらっていう人たちがいるので、うん、その人たちと、じゃあ代わりに俺が行くよっていう、ね。定価のね、定価のね。そうそう、定価で。定価のトレードなんで、うん、はい、それが2月21日から始まりますので、はい、ぜひこちら、活用してください。ワンチャンありますよ。ね、そうだよ。うん、行かなかったら、じゃあ、俺行くよ、じゃあ俺行くよ。バイバイ。バイバイ。どんぐりどんぐりどんぐり好きな子、元気な子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 